選ばれし者よ。さあ、剣を取れ。世界は自分の剣で切り開くのだ。ガラル地方に、ソーセージレジェンドの魂を受け継ぐポケモンが出現しました。そいつの名は、ネビガナイトだー。そんななんでもいいのかよ。視聴者の皆さん、ベストウィッシュ。ミセトロが壊れてサンムーンはやっていなかったので、とっても久しぶりのポケモンですね。そのくせいろんなポケモン実況者さんの推しポケが消えていく中、なぜかこのペンギンは生き残ってるんだよな。しかも、ソーセージレジェンドに合わせてネギも追加してくれるなんて、完全にマスダはスカリナを維持していますね。いや、自然なだけだからな。というわけで、今回はネギがないとを使っていきたいのですが、発売したばっかで厳選はまだそんなにやってないので、完全にタビパ状態です。でもポケルスはついてるんだな。オンラインのランダム交換みたいなのやってたら入手しました。なので、特性も夢でもなく、技も微妙な感じ、そして性格も適当なので、新作の薬物の力を使っていくぞー。まず、経験飴を使用します。これを使うと、経験値が上がります。ソシャゲの合成みたいなアイテムだな。使ってみましょう。少し足りなかったので追加します。はい、100レベの出来上がり。マジでソシャゲじゃねえか。何これ、マジで経験値上がるアイテム周回ゲームになってんじゃん。そして100レベになったネギガナイトさん、適当に野生で捕まえただけなので個体値がとってもひどいですね。まあそれはしょうがないよな。なのですごい特訓をしてみましょう。するとあら不思議、あっという間に 6V になりましたとさ。いや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 、卵厳選とかそういうのないのかよ。アローラ飛ばしてる間にこうなっていました。そして、ここまで来ると気になるのが、身長という性格、ネギガナイトさんの種族値はこんな感じなので、攻撃が上がってほしいですね。意地っ張り、陽気、勇敢あたりが欲しいよな。なので、ミントの匂いを嗅がせましょう。この意地っ張りミントを使うと、性格が意地っ張りの能力値になります。つまり攻撃が 1.1 倍、特攻が 0.9 倍ですね。もはやなんでもありかよ。そして、努力値も無駄に特攻がついているので、木の実で削って、薬物で攻撃を上昇させると、タビパとは思えないネギガナイトに生まれ変わりましたとさ。ミニ特性以外全部いじってんじゃねえか。というわけで、対戦をやっていきましょう。え、もうランクバトル潜るのか？数回育成まだ全然してないだろ。なのでこっちのパーティーはこんな感じです。3回明らかにおかしいだろ。まず、絶対正義ソーセージレジェンドの魂を受け継いだ、ネギガナイトさん。そして新キャラ、レイドバトルで捕まえたストリンダー。あとは、なんだかんだで育成楽なのに強い、キャラドス。下3体は、おまけです。そして今回の対戦相手だー。相手のパーティーしっかりコンセプトある感じだな。全然わからんけど、これはアメパですね。とりあえず、ミミッキュがいないので勝率は 50% になりそうですね。4敗の理由全部同じだもんな。そしてこっちのパーティーは3体しか実質いないので、誰から出すか決めるだけですね。選出を悩む手間がないことだけがメリットだな。相手の下2体が新キャラで、アク、フェアリータイプのオーロンゲ。そして、モードがターンごとに交互に変化する、モルペコですね。このあたりは、全然わかりません。新キャラの中でも特によくわかんない2体だよな。でも、意外なことに格闘タイプの通りがいい。なので、ネギガナイト3でぶっぱぶっぱしていけばよさそうですね。何せ、ネギガナイト3は、ネギを持ってるので手触らがあります。でも初手は安定のスカーフボルチェンマンだな。では、ミツキさん、対戦よろしくお願いします。あ、対戦相手はトレーナーカードの修正ですね。何が楽しくてポケモンやっているのでしょうかね。いや、対戦がメインのゲームだからな。このゲームは、トレーナーカードを相手に見せつけるゲームだと思っていました。ポケモン実況者さんはほぼみんなトレーナーカード凝ってるよな。ナットレイできましたか。そりゃ水タイプこんなにいたら、こっちの炎タイプ、御三家の最終進化エースバーンは出しづらいと思うからな。ここはやることが何もないので、安定のボルチェンですね。相手がナットレイだから、スカーフもバレないな。問題は、ネギとキャラのどっちに交代するか。相手からしても、ここは交代を予想しそうだもんな。最近のナットレイどんなのが流行ってるのか知りませんが、耐久型か、攻撃型のどっちかでしょうね。トリマキャラにしました。攻撃型だった時にネギの体力削っちまうからな。ラッキー急所入りました。威嚇が入るので、ウィップでもギャイロでも全然効きませんよ。相手がここで何してくるかだな。完全にステロとか忘れてました。相手からしたら安定行動だよな。これで交代するたびに、キャラにダメージがそこそこ入ってしまいます。多分毒かやドリギなので、まずは自信打っていきます。キャラで倒せるに越したことはないよな。さて、どんぐらいか？クソ勝てーな。いじっぱりえぶっぱでこれです。やっぱナットレイはネギさんじゃないと倒せないな。そして相手はヤドリギです。これは交代が安牌ですね。この交代相手に読まれそうだけどな。ここでネギさんに合わせてくるのはむずいと思うので大丈夫でしょう。一色落ちのエース。
食べ物を剣にするゲームなら、やり込み度が違いますよ。でもこれはネギだからな。捨てろぐらい気にならない。そしてこれも、威嚇が入っているので。あんまり効きませんね。ペリッパーは物理耐久が高いけど、初手じゃないならいなさそうだもんな。相手は引いてくるか、突っ張ってくるか。たばれー。どうだ、これがネギの力だ。見えなかったけど、ネギで殴ってたんだな。当たり前じゃないですか、攻撃は全部ネギですよ。そしてトゲダメが入ります。次は何が来るかだな。多分新キャラ当たりじゃないですかね。水地面タイプのトリトドン、草技が4倍弱点。こんなに主張の激しいネギが見えなかったのかー。逆に謎すぎて不安になってくるよな。さすがにネギさん S65 なので、S39 のトリトドンより速いです。でも、弱点木の実とか持ってるかもな。不安なので、ダイマックスして、相手の攻撃を耐える準備もしときましょう。巨大マックスは HP が2倍になるらしいからな。直気なので、大丈夫そうですね。さあ、行きますよ。これがソードシールドの一番の目玉。なんかすごい力が腕から発生して、ボールが大きくなって。巨大マックスだー。なんという凛々しさ。ネギが興奮して、大きく硬くなりました。このゲーム本当に大丈夫か？お前の頭が大丈夫か？そして巨大マックスのリーフブレードは、大草原。ああ、溢れ出るネギが止まらない。そしてネギからキノコが生えてくる。このゲーム本当に大丈夫か？なんでこのチャンネルにヒットしてんだよ。そして、がっつり大草原が決まりました。マジで相手はネギが草技持ってるの知らなかったみたいだな。逆にこの見た目で格闘タイプって思う方が難しいと思いますけどね。さあ、ラスト1体です。新キャラのモルペコです。1ターンごとに、モードチェンジするポケモンみたいです。ちなみにネギさんよりは確実に速い。インファで防御特防下がってるけど、どうする？巨大マックスなので耐えるのを信じましょう。相手も巨大マックスしてきたー。ででんね、ミミッキュと続き、ピカチュウのモノマネが流行ってるんですかね？あ、モルペコは物理アタッカーだったか。やべえ、直帰の意味。そして電気タイプの技が 1.5 倍になる電気フィールドになったぜ。マジで巨大マックス強すぎる。そして相手はモードチェンジ。キャラとか絶対ワンパンになりそうだよな。でも威嚇入れとけば次耐えるかもしれないから、とりあえずキャラで行きましょう。さあ、ラスト1体です。S75 だけど CS ぶっぱのストリンダー。音技の威力が 1.3 倍になるという、まあまあ強い特性を持っています。威力140の爆音波が使えるの強いな。相手が巨大マックスだから、ワンパンは厳しいかな？惜しい。通常状態だったらワンパンだったのにな。ギャラドスの威嚇がタイプ相性は大丈夫でも電気フィールドがあると？いや、めっちゃ強いな。ダイマックスはマジで勝敗を左右する機能だよな。マジで最後まで油断ができません。でも、相手の持ち物が木の実だったので、勝負は決まりましたね。ふう、これで勝利です。ポケモン実況はカットしづらいから、長くなっちまったな。最初にネギさんを薬物漬けにしてたからね。というわけで、対戦ありがとうございました。